はいどうもそうたたた。冬わるわる。充電ない。充電器取り行くのだれ。充電は常に1から20%行ったり来たり。ねこたつとか布団にいると充電器投影。いや3回すぎでしょ。これはちょっと出たさフルマックスベイマックスですよ。朝は布団と結婚。そして昼はこたつと結婚。夜はお風呂と結婚だ。いや普通に良くない。寒い寒い冬。冬。なんか知らんけど寒いよね。冬だからね。降ってきた雪食う。あそうあれ美味しいよね。なんで僕知ってるんだ。知らないうちに太ってる。逆に知ってて太るのもちょっと怖いですけどね。お父さんのギャグがより寒い。まあ、ちょっとこの時期のお父さんは頑張るほどマイナス傾向ですからね。桜が咲くんだお。この人どこに住んでるんだろう。歩いてると靴の中で靴下が脱げる。そうそうなんですよね。しかも最終的にはねもう靴ずれという二次災害まで起きるんですよね。みかんの中でこたつく。それは逆だよね。そして逆だよね。ソータさんの動画見てますます寒くなる。えそれ遠回しにディステール。アイスが一番美味しい時期。そうなんでねアイスは寒くても美味しいんですかね。まあ僕のギャグがね、まあ、夏も冬も輝くのと同じですよね。いやでも実際。